まったく、ため息をつきたいのはこちらの方だ。健康的な差だな。こんな時に君の愛してるが聞きたいな。アシエンエメトセルクと申し上げる。その前に向き合ってやってもいいかなと思うからさ。当世の英雄が何を願い何をなし、本当に私たちと相入れないのか。お前たちは私の言葉を点で信じないか。敵ではないと示せるいい機会だ。世界を、人を、真なる形に戻したいのさ。当然の欲求だろう。そんな顔するな。だからこそ、私はお前に期待してるんだ。7回は統合された原初世界の命、中でも特に優れた英雄なら少しはマシかもしれない。なんて言ったところで思い出すわけもないか。窓際目の際お気に入りの花、お前が全ての光を取り込んでも平気かもしれない、そう思っていたのに。なんだそのざまは。化け物になりかけているじゃないか。生地知性が残って耐えたくなったら私のもとに来るがいい。せめて笑って全てを見届けてやろう。なり損ないごときが私たちの願いを語るな。我は真なる人にしてエメトセルクの座につきし者。斧が名をハーデス。暗きに眠る同胞がため世界を奪い返す者なり。ならば覚えていよう。私たちは確かに生きていたんだ。